はい、おはようございます。長い長いテープをですね、100回聞いてくれてありがとうございます。あなたを正式に斎藤塾の塾生として認めます。それでですね、最後にこのことを聞いておいてください。決して自分が優秀だから斎藤塾に入れたんじゃないんだ。人間っていうのは未熟なんだ。まだまだ未熟で、そしてまだまだ不徳である。不徳ってのは徳がないっていう意味ね。これはどういうことですかっていうと、例えば能面を作る日本一の人でも、技術的に事業家でも、まだまだ自分は未熟だと思ってる人はどん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 伸びます。そして不徳というのは、まだお釈迦様とかキリストに比べたら自分の徳なんてもう本当にちっちゃくて、まだまだですって言う人はまだまだ上に上ります。ちょうど上りのエレベーターに乗ってるぐらい、どん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 上っていきます。ところが途中でもう俺は偉いんだとか人に自慢したり、それから逆に言うと些細なことでいじけたりとか、そういうおごったり高ぶったり、人に対して横柄な態度を取り出した時、もうその人は下りのエレベーターに乗っかったようにさーっと落っこってきます。だから一生涯上り続けていくために、足取りさんに未熟だって認めてもらったんだ。で、未熟だから弟子にしてもらったんだ。だから毎日毎日自分の目の前にいる人、自分のできることで精一杯自分を磨いていこう。それから一生かかってもいい。一生かかって、今世できなかったらまた来世までかかってもいいから、少しずつそういう仲間を増やして錦の札をもらうんだっていう、そういうつもりでゆっくりゆっくりと旅をするつもりで励んでください。そして自分がまだまだ未熟で、まだまだ徳が足りない人間なんだ。そして自分を磨いていこうって、そういう気持ちになって、また時々このテープを聞いて、それとまた上級のテープを聞いて、自分を励ましながら進んでいきましょう。そして、私もまだまだ未熟で、まだまだ不徳ですから、本当に死ぬまで頑張っていきます。いい仲間ができて本当に幸せです。ありがとうございます。